古代ギリシャから始まった知られざる文化。古代ギリシャって、いつからいつまででしたっけちょうど先日、ギリシャ旅行から帰ってきた話から、鉄がスカイプの中でキョトンと尋ねる。古代ギリシャについて、興味を持って調べ始めたのはそれから。いつも予想しない場所にボールを投げてくれる彼に感謝だ。古代ギリシャの様々な文化。 古代ギリシャとはざっくり言えば、古代ローマが支配する前のギリシャのこと。古代のこの地域の文化といえば、ゼウスやアテネ、ポセイドンなどの歴史に詳しくない日本人でも、名前を聞いたことがあるような有名なギリシャの神々の名前が思い出される。信心深い西欧の人々の中で、特にこの時代の人々にとっては、神を信じること、信仰がほぼ生活や人生の中心になり、この世のすべてのものは、 神々によって支配されていると考えていた。ちなみにこの時代は奴隷制度でも有名だ。先日ビジネスでマニラに来た中川さんとサラリーマンのサラリーの語源が塩という話で盛り上がった。奴隷が死なないように塩だけを与えていたという。現代で働く人たちにも生きるのに最低限しか与えられていないと思うと何とも切ない気分に。 古代ギリシャから今に続く。古代ギリシャといえば、若い人たちの天然パーマが有名ですね。そんなことを語るのは、モテ仲間の一人、ヒロさん。俺と同じ癖の強い天パに悩む一人だが。裸が神聖であり、ナルちゃんが多かったという事実は、あれだけ彫刻が残っていることからも納得できる。そして有名なのは、オリンピックの発祥もここであるということ。 さまざまなスポーツも原型がここから始まり、今に引き継がれている。さらにこの時代がよく知られているのはやはり哲学。独特の長い服を着て、歩きながら考える当時の様子は、さまざまな形で表現されてきた。おそらく哲が喜ぶのは、今のモデル並みに近いスタイルの美男美女が多かったという事実。アーキテクトに興味があるあなたは、 建築がこの時代からも大きな影響を受けていることを知っているはず。今とはだいぶ違うが、民主政治の原型にもなっていたりと、様々な興味をそそられるこの時代。ギリシャを訪れるにあたり、あなたも一度掘り下げてみてはどうだろう。古代の歴史に興味があるモテ仲間のぬくいさんは、ダバオ観光とウラジオストク旅行を経て、ギリシャに、次はドイツのジュッセルドルフをぐるっと回るようだ。彼も、 ギリシャの青少年が天然パーマばかりだったのを知って俺の天パを羨ましいという交換してあげたい。